ばんは、旅ってこなもん TV のタカでございます。今回なんですけども、奈良県橿原市のね、土産物発掘プロジェクトのグランプリに選ばれた、和菓子の方をね、道の駅かつらぎで買ってきましたんで、でこれね、紹介する前に、僕実は、橿原に住んでて、で小光とルームシェアしてたんですけど、その時に今から紹介するもの、和菓子が売っているお店の近くで住んでたんですよ。ずっと気になってて、一回だけ旅で行ったんですよ。橿原でうまいものありでやりました。こちらでまた再度ね、紹介させていただければと思います。はい、でそちらがこちら、出世男という酒まんじゅうになっております。2011年の、うまいもののグランプリに選ばれた商品になってます。で僕実は店で食べたことあるんですよ。これめちゃくちゃうまいっす。うまいし、もうなんか何個でも食べたくなる味。すごいシンプルなこしあんなんですよね。タビコン TV、 いただきます。うん、安定してうまい。もうなんか心に染みる。まずね、風味なんですけど、日本酒の風味が漂ってて、でその日本酒のその風味とこのこしあんのこの甘さがまあ、マッチしてる。でこのこしあんもそこまでそう甘すぎないんで、ほんまにお酒好きな人とか、日本酒好きな人ですね、地酒好きな人にかなり愛されているまんじゅうじゃないのかなと思います。でこれやっぱりグランプリに選ばれるっていうのが、その奈良県のなんか奈良県民の和菓子好きが出てるなって思える商品だなと僕は感じます。この出世男のまんじゅうなんですけども、こちら奈良県橿原市今井町、風情あふれる昔ながらの町並みの今井町で純米原酒、地酒ですね、出世男っていう、知る人、知ってる人は多いと思うんですけど、日本酒あると思うんですね、地酒、そのお酒で作られたまんじゅうになってます。で匂いも本当にその日本酒の匂い、地酒の匂いもしますし、皮がね、表面が薄皮なんですよ。これすごい皮が薄皮で、ただ中はどっしりとこういったこしあんが入ってます。かなりこれね、うまい、ようできてるなと思います。ほんまにバランスが絶妙やし、やはりほんのりと地酒、出世男の地酒の味が香ってくれるんで、かなりこの大人な和菓子になってるかなと思います。お土産とかね、贈り物とかでこれあげたら結構おしゃれなセンスのある贈り物になるに違うかなと思います。すずね堂っていうね、お店で売られている酒まんじゅうなんですけども、この酒まんじゅう以外でも、今であればいちご大福とかね、粒あんとこしあんの2種類のいちご大福があったりとか、確か他にもいろんな商品があるんですけど、ね、でもその中でもやはりこの出世男、これがもう目玉商品。もうこのすずね堂のメインといえばもう目玉、メインといえば出世男ってぐらい、もう橿原を挙げて、ほんまに奈良県を挙げて、ほんまに紹介すべき、皆さんに食べてほしいまんじゅうになってますんで、酒まんじゅうになってますんで、ぜひね、食べたことないって方はね、一度ね、すずね堂で酒まんじゅう買ってみてください。ありがとうございました。この動画が良かったと思う方は高評価、今後も見たいと思った方はチャンネル登録。